今ですね、東京にいます。東京のスカイツリーですね。スカイツリー、初めて来たんですけど、今いるところです。で今350メーターのところまで来ました。で、その上450メーターってやるんですけどね、そこまで行こうと思ったら、ちょっと天気が悪いんでね、今日はやめようかなと思って、もったいないですね。で350メートルからの景色がすごいですね。で今からちょっと一周しようと思います。カフェとかもあるんでね、カフェで食事したりって、下の方にお店とかも結構あるんで、そこでやりたいと思います。でこっちがね、チケット、展望回廊に行くためのチケットはここで買うことができます。ここで1000円、下では買うことできないですね。すごいねこの人がね。本日2013年平成25年の1月の22日、火曜日なんですね。平日なんですけど、ね、すごい人がいっぱいいます。すごい、ね、びっくりしました。で景色がこんな感じ、ね、やばいな。ちょっとね、天気が悪いんであんまり綺麗には見えないですけどね、さっきよりちょっとマシになってきましたね。で前にあるのがスカイツリーのカフェなので、ここでお茶、紅茶とかね、コーヒーとか飲むことができます。スカイツリースカイソフト、ソフトクリームの感じかな、うん、まあ、こんな感じみたいです。